俺の名前は吉田健吾。楽しかったよ、健二君。そっか、よかったらまた会おうよ。毎日を自分のペースで面白おかしく過ごすフリーターだ。普段はコンビニなんかでバイトをしてる俺だが、休日はだいたい街で遊んでいる。この自由が残業やら家族サービスのない独身フリーターの特権だよな。結婚なんて人生の墓場だよ。そんな俺には病みつきになっている休日の過ごし方がある。お姉さん、旅行できたの？よかったら街を案内しようか。え？どうしようかな。それはズバリナンパだ。俺も大学を出て2年の遊び盛り。ダチとバカやるのも楽しいけど。それじゃあ案内してもらえるかな。オッケー、精一杯楽しませるから期待しててよ。やっぱり女の子と一緒にいる方がテンションも上がるってもんだ。幸いなことにうちの地元はそこそこ有名な観光地だ。ねえ、どこから回ろうか。あの神社行こうよ。パワースポットだって話題になってるし。温泉やパワースポットなどもあって女の子の旅行者がよく来てくれる。こういう子は声をかけると割と簡単についてきてくれるのだ。どうする？いいじゃん、ケンジ君って結構イケメンだし。地元から離れて精神的に開放的になってるからね。こうしてうまくいけば男女の関係にまでなることができるのだが、ちくしょう、やっぱり繋がらない。連絡先は偽物かよ。向こうにしたら所詮は一時のアバンチュール。こっちが本気になっても関係が続くことはまずない。そんな中、俺は本気になった女の子に手ひどく振られたことがあった。あなたとはそっちにいる間だけの遊びなの。本気になられたら迷惑なのよ。なんだよそれ、嘘だろ。確かにきっかけはナンパだった。だからといって迷惑と切り捨てるのはひどい。なんだよクソ。断るにしても言い方ってのがあるだろう。やけ酒でうさを晴らしていた俺はネットでとあるサイトを見つけた。それは利用者が動画や画像を投稿するのを主にした大人のためのサイトだった。へえ、誰でも投稿できるのか。そうだ、そこでアルコールに程よく使っていた俺の頭はとんでもないことを思いついてしまった。先ほど振られた女の子とホテルに行った際にざまあ見ろってんだちしょ、ノリで撮った行為の動画をそこにアップしてしまったのだ。それから数日後、そんなことはきれいさっぱり忘れてしまっていた俺は、なんだこりゃ。金を下ろそうとして確認した自分の預金額に思わず目を疑った。なんと俺の口座に20万円近い金が振り込まれていたのだ。入金先はこれってあのチャンネルじゃないか。何が何だかわからなかった俺は出金をするのも忘れて家に帰った。家に帰ってサイトを確認した俺は金が振り込まれていた理由を理解した。このサイト、アップした動画の再生回数で利益が上がるようになってるのか。というかあれだけ酔った状態で口座とかよく手続きができたもんだ。経緯はどうであれ、それから俺は気に入った女性に振られるたびに、クソったれ、婚約者がいるならホイホイついてくんじゃねえよ、その女との常時の動画を撮影しネットへ上げるようになっていった。もちろんほとんどの女の子は記録が残るのを嫌がるので、レンズは目立たないようにもうちょっと高さがあった方がいいか。撮影は手提げカバンに仕込んだ小型カメラでの隠し撮りだ。動画アップロードの目的は最初のうちは単なる八つ当たりだったのだが、どう？今回のは再生回数が伸びてるな。他のサイトにも転載されてるし、視聴者のコメントや他のサイトで評判になるのを見ていると俺自身も楽しくなっていった。こういう行為がリベンジポルノと言われ違法だと知ったのだが、捕まるかもしれないのか。偽名は使ってるから連絡取る携帯も別にしとくか。やめる気がしなかったので足がつかないよう注意を払うようにした。犯罪だと分かってもやめなかった理由は悔しさと巧妙心だ。向こうは旅行者でこっちはナンパ、互いに遊びだってのは100も承知だ。それでも好きになるのは仕方がないし、振られちまえば悔しいのも当たり前だ。ごめんなさい、今回だけにして。それが一夜限りとはいえ男女の関係になったのならなおさらだろう。今までは昇進のまま諦めてたのに仕返しを見つけたのだ。ほんとムカつくな、これでも食らえ。くそんな、それが視聴者から好評な上に金になるのならやめられるわけがない。そんな生活を送る中、俺は連れと東京から来た女2人組をナンパした。お姉さんたち旅行、よかったら案内しようか。結構イケメンじゃん。ミサ、お願いしちゃおっか。遊んでそうな女とおとなしめの黒髪の美人、俺の狙いは美人さんの方だった。こうして流れで飲みに行ったのだが、俺が狙うミサさんは彼氏に不満があるようだった。彼氏がうるさいの、この旅行も浮気じゃないかって。ああ、束縛系ってやっぱ窮屈だよね。酒の席とはいえこうも愚痴が出るのなら賞賛は十分にあるだろう。酔った勢いもあって俺は彼女と男女の仲になることができた。うまく取れてるみたいだな。この子にはああいうことをしたくないが念のためというやつだ。彼女たちが帰った後、やはりと言うべきか連絡をつけることはできなかった。さあ、ツアもラインもブロックしてやがる。あれだけ男の愚痴言ってたじゃねえか。
本当に惹かれかかっていた分、なかったことにしようとする彼女の態度が許せなかった。俺は即座に例のサイトに動画を上げて、予備のプリペイド携帯の方から彼女に LINE を送った。ミサちゃんともう一回会いたいんだけど、いいよねって。ちゃんとベッドで眠る全裸の彼女の写真付きでだ。これでもう一度会えると思っていたのだが。吉田健吾だな。脅迫と盗撮並びにリベンジポルノ対策法違反で逮捕する。あ、俺の目の前に現れたのは警察だった。ミサさんへの行為に加えて部屋から押収された証拠からこれまでの余罪もバレた俺は、主文被告を懲役5年の実刑判決に処す。豚箱へぶち込まれることになった。牢屋の中で自分を顧みればわかるのだが、遊びと割り切れない俺はナンパすべきではないのだろう。今さら気づいても後の祭りだ。シャバに出るまであと5年、どうやって暮らしていくべきか。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。